ひろゆきさんが考える指定校推薦、栄養推薦の問題点と今後どうしていくべきか聞きたいです。あ、まあでも、その、大学のテストって、そこまでその能力値が高いかどうかっていうのをあんまり測定できてないっていう説もあるんですよね。だその有名大学の人ばっかり集めて、じゃあ成果出すのかっていうと、実はそうでもなくて、あの会社とかでね。で、そのなんか、微妙な中途半端な大学を出た人の方が、なんか割と馬力があって結果を出すみたいなのがあったりするので、栄養入試みたいな変なことやってる人って、割とその変なエネルギーとか、その何かを実現する力を持ってることが多いんですよね。まあじゃあその栄養入試で、じゃあそのなんか会社を作ってましたみたいな高校生とかいると、その会社を作って物を売るっていう経験があるので、じゃあその人をどうやって口説けばいいかとか、じゃあそのレポートを書くとかっていうのは、まあ物を売るためにその説明書を書くのと一緒で、割とそこら辺の能力がついてたりとかっていうので、その何かを実現した人っていうのはなんか成功する確率は高いっていう。で、指定校推薦の方は、まあもともと大学に入る前のその高校の授業をちゃんと受けてるんだったら、別にその受験勉強をやんなくても、根が真面目なんだから大学行ってもそんなに悪い結果出さないよね、みたいなのもあるので。なので推薦自体は悪い制度ではないかなとは思います。指定校推薦で入学し、他大学の編入試験を受け合格したものです。親に最初は反対されていましたが、出身高校の許可をもらえば筋は通ってるからいいよと言われ、出身高校はあなたの人生だと許してくれました。しかし社会的にやっていいかどうかで決めかねております。僕だったら全く気にせず行きたいとこ行きますね。うん。なんか、どうでもいい他人なんか。まあ、ただ、その、迷惑をかけたというのはあると思うので、その先、まあ、高校だったり、大学だったりに、お世話になりました的なことはいろいろ言って回ると思いますけど、ただ、結局、自分がやりたいことを優先して、自分が幸せになって、それを周りに返せるようになるっていう方がいいと思うんですよね。なんか自分が我慢して、で、その結果後悔すると、何かうまくいかなかった時に、あの時にこうしてればよかったみたいなのがずっと残っちゃうので、なので、自分が我慢して、これは一生引きずるなと思うんだったら、我慢しない方がいいんじゃないかなと思います。